ムティナの戦いは、紀元前43年4月21日、失政官、ガイウス・イビウス、パンサ・カイトロニアヌス、アウルス・ヒルティウス率いる元老インパ軍とカイサル・オクタビィアヌスの軍団の連合軍が、マルクス・アントニウス率いるカイサル派の一部の軍団を破った戦い。マルクス・アントニウスは、カイサルの暗殺者の一人であるデキムス・ユニウス・ブルトゥス、アルビヌスを ガリア・キサルピナのムティナに包囲していた。元老院派とアントニウス派の両軍はフォルムがドルムの戦いで、それぞれ人大な損害を被った。大打撃を受けたアントニウスは撤退を余儀なくされたが、元老院派も失勢官ウィビウス・パンサが致命傷を負った。その6日後、もう一人の失勢官であるアウルス・ヒルティウスとカエサル・オクタウィアヌスは、ムティナの包囲を破るべく、 アントニウスの本人に直接攻撃を仕掛けた。生産な戦闘が繰り広げられ、元老院派の軍は敵陣営への突入に成功したものの、アントニウス帰下の古参兵たちの激しい反撃にあった。乱戦の中でヒルティウスが戦死し、元老院派軍は指揮官を失った。これを見たオクタヴィアヌスは、ヒルティウスの遺体を回収した後、うまく決定的な敗北を回避した。 キルティウスが指揮していた軍団は、カエサル・オクタビアヌスのものになった。法囲内のデキムス・ブルトゥスもこうして、アントニウス軍と戦ったが、戦後は、地位が危うくなり、マルクス・ユニウス・ブルトゥスや、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスらカエサル暗殺の仲間たちと、合流すべく、イタリアから脱出した。しかしその途上で彼は捕らえられ、処刑された。カエサルの暗殺者たちのうちで死んだのは、 戦死したルキウス・ポンティウス・アクイラに続き二人目だった。アントニウスは、ムティナ攻略を諦め、エミリア街道を西に向かって巧みに撤退し押せた。彼は、敵の追撃をかわしつつ、副官ロプブリウス・ウェンディウス・バッススと合流した。ムティナの戦いは、包囲突破に成功したという意味では、元老院派の勝利であった。しかしその後、 オクタヴィアヌスがアントニウスと手を組むという政治的な大転換が起き、秋にはマルクス・アエミリウス・レピルスを加えて第2回三党政治が成立することになる。紀元前44年3月15日にユリウス・カイサルが暗殺された後、ローマではマルクス・アントニウスが一時的に権力を独占した。しかし、カイサルの暗殺者たちや、 マルクス・トリウス・キケロに率いられて復活した元老院派勢力、そしてカエサルの後継者に指名されていた若いカエサル・オクタウィアヌスとその支持者たちといった対抗勢力が存在しており、アントニウスがよりどころとするカエサル派の支持も揺らいでいた。カエサル暗殺からおよそ1年を経て、元老院とアントニウスの関係は完全に決裂した。彼は1年間の任期を終えて、 失政官を退任した後に、マケドニア統治の役を与えられたのが不満だった。マケドニアは、ローマから、あまりにも遠く、ローマで非常事態が起きても素早く対応できず、自身の地位を維持できないと考えたからである。代わりに彼は、自分を、ガリア・キサルピナ総督に5年間認じるよう要求した。ここからであれば、カイサルが、紀元前44年に手本を見せたように、すぐさま、 ローマ情勢に介入できるということである。しかしガリア・キサルピナ総督の職には、すでに、デキムス・ユニウス・ブルュトゥス・アルビヌスが任じられており、元老院の承認の元参考軍団を率いて、着任していた。デキムス・ブルュトゥスは、マルクス・ユニウス・ブルトゥスの宴席で、かつて、カエサルの信頼を失いその暗殺に加担した一人であった。アントニウスは敵意を向けてくる、元老院を屈服させるべく、 マケドニアからカエサルコ街の古参兵たちを率いて北上し、デキムスブルトゥスからガリア・キサルピナの支配権を揺すり取ろうとした。アウグストゥスキの第8行政区アエミリアの地図。かつてのガリア・キサルピナ属州の一部にあたり、ムティナの戦いはこの地域で展開した。紀元前44年1 1月28日、アントニウスはローマを出発し、 マケドニアからブルンディシウムに上陸してきた4個、コサン軍団や、アッピア街道に展開していた第5軍団、アラウダへと合流した。ところがこれらの軍勢は結束力にかけており、カエサルが育てた最強の2個軍団すなわち、マルティア軍団と第4軍団、マケドニカはアントニウスを見捨てて、ブルンディシウムから離れカエサルオクタウィアヌスのもとに、向かった。アントニウスは、 この二個軍団をなだめたり脅したりして何とか味方に止めようとしたが果たせず彼らがカンパニアでオクタヴィアノスの個人的な召集に応じて集まっているカエサルコさん兵たちのもとに参じるのを止められなかったこの年の末アントニウスは残った三個軍団や道中で復活させた他の子参兵軍団を率いてガリア・キサルピナに入ったデキムス・ブルトゥスが俗州を引き渡すのを拒否したため アントニウスは彼をムティナで包囲した。ムティナはエミリア街道上のポウガワ南岸にあった町であった。一方ローマでは紀元前44年後半にキケロが元老院に復帰したのを受け、テキムスブルトゥス救援とハンアントニウスの旗の下で大連立勢力が成立していた。キケロは後にフィリッピカへと総称される猛烈なハンアントニウス演説を次々と言った。 紀元前43年1月1日、恩恵なカイサル派に属するアウルスヒルティウスとガイウス、ビビウスパンサが執政官に就任した。そして共和派主導の下で、アントニウスを公共の敵と断じる宣言が発され、デキムス・ブルトゥスやオクタヴィアヌスの行動、さらに新たな軍団を組織することが合法化された。オクタヴィアヌスは、養父の暗殺者の一人であるデキムス・ブルトゥスによい、 感情を持っていなかったが、彼の行動をうまく利用して、言動ン派に味方し、アントニウスと対抗することで、自分が軍団を紙幣化して動かす、正当性を勝ち取った。彼は、言動員から、プロップライトルに任じられ、新執政官ヒロティウスの軍団と交流した。デキムス・ブルトゥス救援のため二人が、紀元前43年1月にアリミニウムで出会ったとき、 ヒルティウスはオクタヴィアヌスに勝る権限を持つとして彼の軍団の指揮権を自分の手に収めた。オクタヴィアヌスの手元にあった兵力はアントニウスの元から逃げてきた2個軍団と古参兵最召集に応じて集まった3個軍団の計5個軍団だった。2人の元老院派の将軍はアリミニウムからエミリア街道を進んでいった。対するアントニウスは無ィな包囲を続けていた。 3月19日、もう一人の新出生官であるパンサが、新兵4個軍団を率いて、ローマを出発し、ホルームガンロルムにいる、ヒルティウスとオクタビアヌスの下に向かった。これに対しアントニウスは、4月14日、自身のこの絵大隊、第2、第35軍団、軽武装の部隊、強力な騎兵隊を率いて、パンサを先行する、元老院軍との合流前に叩きに向かった。 当初アントニウスは、パンサが未熟な新兵の四個軍団しか有していないと思い込んでいた。しかしその前日の夜、ヒルティウスが、マルティア軍団とオクタヴィアヌスのこの隊体をパンサへの援軍に向かわせていた。そこでアントニウスは、エミリア街道沿いの沼地に潜んで、援軍の古参兵たちやパンサの新兵軍団に奇襲を仕掛けて、息の根を止める戦術を取った。 このフォルムガ・ロルムの戦いは、凄惨な戦闘となり、パンサの軍団は蹂躙され、彼自身も致命傷を負った。しかし、アントニウスの軍勢も疲弊していたところに、ヒルティウスの援軍が襲いかかり、アントニウス軍の戦列を破壊したので、アントニウスも撤退せざるを得なくなった。全体としてはこの戦いは、言インパの心象に終わり、大打撃を受けた。 アントニウスの軍団はムティナに退却した。ローマに届いたホルムガアロルムの戦いの初報は、元老ン,ンパ軍が敗北を喫したというものであり、ローマに動揺が広がった。戦闘の詳細を知らせるヒルティウスの書簡がローマに届いたのは4月18日になってからであった。これを受けた元老ン,ンパは逆に、ホルムガアロルムの戦いが決定的な勝利であったと誤解し、 戦勝を盛大に祝った。アントニウスの敵対者たちは容赦なく彼を非難するようになり、アントニウスの支持者は身を隠さざるを得なくなった。4月21日、キケロは元老院で14回目にして最後となる熱烈なフィリッピカへ演説を行った。ここで彼は40日間の公的な祝祭を開催して軍団や戦死者、 そしてヒルティウスとパンサの両失政官を称えようと提案した。パンサは致命傷を負っていたが、この時点ではまだ命に別状があると思われていなかった。一方でキケロはオクタヴィアヌスへの惨事を最小限に抑えた。オクタヴィアヌスはホルム・ガンロルムの戦いでの活躍こそ劣るものの兵士たちからはヒルティウスやパンサと共にインペラトルと呼ばれて喝采を受けていた。 マルクス・アントニウスの共造元老院の大連立勢力は、ホルム・ガンロルムの戦いで、アントニウスとの戦争は終わったと思い込んでいた。確かにアントニウスは人大な損害を被り、生き残った兵を率いて、ムティナの陣営に引きこもっていた。しかし彼はそこでさらに、ムティナの包囲を厚くし、戦いを続けた。アントニウスに敗北を認める意思はなかったが、合流に成功して、 兵力で自軍を圧倒している元老ン,ンパ軍とまた衝突するのは危険だった。代わりにアントニウスはヒルティウスとオクタビアヌスの軍に散発的な騎兵襲撃を仕掛け、これを苦しめ弱らせようとした。これによって時間を稼ぎ、包位内で食料を切らしつつあるデキムスブルトゥスへの圧力を強めるのが狙いだった。一方ホルムガンロルムの戦いで自信をつけた。 ヒルティウスとオクタウィアヌスはデキムスブルトゥスを救い出し、ムッティナを解放するべく、今一度アントニウス軍と戦いたいと考えていた。彼らはまずアントニウスを海戦へ誘い出そうとしたが、失敗に終わった。続いて彼らは敵の野営地へ集中的に攻撃を仕掛ける計画を立てた。この場所は地形の制約によりアントニウス軍の守りが手薄になっていた。 4月21日、ヒルティウスとオクタヴィアヌスは、包囲を突破して、市内に補給部隊を入れるべく、アントニウス軍を攻撃した。当初アントニウスは、正面衝突を避け、騎兵だけで対処しようとしたが、騎兵部隊の反発を受けた。そのため彼は軍団を消耗させることを承知で、真っ向から敵軍と戦わざるを得なくなった。アントニウスは、包囲を突破されないようにするため、 ニコ軍団おかずで、マサル・ヒルティウスを及び、オクタヴィアヌス軍への対処に当てた。ついに、アントニウス軍は、野戦の場へ引きずり出された。ヒルティウスとオクタヴィアヌスは、敵軍へ、集中的に攻撃を仕掛け、野営地の外で生産な戦闘が繰り広げられた。アントニウスはさらに別の部隊を戦闘に投入した。しかし、アッピアヌスによれば、 アントニウス帰下の兵たちは自分たちへの援軍の到着がかなり遅れていることに気がついた。アントニウスの援軍は主戦場のはるか遠くで捕捉されて戦っており、主戦場にたどり着くのが遅れてしまったのである。この戦闘ではオクタヴィアヌスの軍が最も活躍していた。アントニウス陣営の外で戦闘が起きている時、ヒルティウスは少数の別動隊を率いて、 敵陣を直接打ち破ろうという大胆な策に出た。彼は自ら第三軍団を率いてアントニウスの天幕目指して突入した。同じ頃、市内のデキムスブルトゥスも、帰餓の大隊の再編を終え、ルキウス・ポンティウス・アクイラに与えてアントニウスの陣営へ出撃させた。当初、ヒルティウスの試みは成功するかに見えた。彼は最前線に立って第三軍団の兵と共に、 アントニウスの天幕の近くまで押し進んできていた。ところが、アントニウス側の第5軍団が指揮官の天幕を守るべく激しい反撃を始め、ヒルティウスらの進撃を押しとどめた。凄惨な白兵戦の混乱の中、ヒルティウスは戦死し、指揮官を失った第3軍団は自分たちが切り取って、北地方を捨てて退却せざるを得なくなった。 しかしそこに、オクタヴィアヌスが自ら援軍を率いてやってきた。彼は、激しい戦闘の中に身を投じ、ヒルティウスの遺体を回収することに成功した。スエトニウスは、この戦闘の真っただ中で、軍団の騎手が重傷を負った時、彼は高を肩に担ぎ、しばらくそうして、それを運んだ。オクタヴィアヌスは、ヒルティウス軍の残存兵を立て直したものの、彼らが、 ここまでに占領した領域を守りきることはできなかった。最終的に、オクタヴィアヌス軍はアントニウスの陣営から撤退した。市内から出撃したポンティウス・アクイラも戦闘の最中に戦死し、彼の帰化の部隊はムティナに戻った。オクタヴィアヌスを商用する歴史家たちが彼の戦闘中の役割やヒルティウスの遺体回収時に見せた勇気を誇張して伝えているため、 古代の文献に基づいて戦闘終盤の様子を正確に再構築するのは難しい。他の文献ではこのカエサルの若き後継者が実際にこのような行動をとったのか疑問視しているものもある。スエトニウスやタキトゥスはオクタヴィアヌスが政治的ライバルでもあるヒルティウスを自ら始末したのではないかとさえこのめかしている。またポンティウス・アクイラの死についても オクタヴィアヌスを疑う歴史家もいる。オクタヴィアヌスは、プロップライトルの権限により、ヒルティウスの軍団の指揮権を手に入れた。後に、元老院は指揮権をデキムスブルトゥスに譲るよう命じたが、オクタヴィアヌスはこれを拒否し、帰化の軍団は、カエサルの暗殺者の一人の下で戦うことを拒否するだろうと主張して、自身がそれらの高級的な指揮権を握った。 この結果、オクタヴィアヌスは八個軍団もの兵力をローマ国家よりも自分に忠誠を誓う士兵とすることに成功した。オクタヴィアヌスがデキムス・ブルトゥスとの協力を拒否したと知った校舎の指揮下の兵たちは次々と脱走してオクタヴィアヌスの元に参じた。デキムス・ブルトゥスの立場は日増しに悪くなっていき、ついに残存兵を捨ててイタリアから逃亡した。彼は カエサル暗殺時の仲間であるマルクスユニウス・ブルトゥスやガイウス・カッシウス・ロンギヌスがいるマケドニア族州を目指したが、その途上でアントニウスに忠誠を誓うガリア人の族長に捕らえられ処刑された。ムティナの戦いでは両勢力ともに明確な勝利を得られなかった。アントニウスは数の上で圧倒的に劣っていたものの殲滅を免れ、双方ともに 同程度の膨大な犠牲者を出した。戦闘を終えた日の夜、アントニウスは軍議を開いた。帰餓の指揮官たちは、騎兵力の優越とデキムス・ブルトゥス陣営の疲弊を頼んで、さらに敵を攻撃するよう主張したものの、アントニウスはこれ以上の抵抗は無意味という判断を下した。カエされオクタヴィアヌスの胸像おそらくアントニウスは、ヒルティウスが死んだことや、 オクタヴィアノスの手元に残った軍団が脆弱になっていることを知らなかった。彼は敵軍が再び自分の陣営に攻め寄せてくることを恐れていた。アントニウスはかつてユリウスカイサルがゲルゴーイアの戦いで敗れた時の策に習って包囲を諦め、ピッケヌムから来るウェンティデュース・バッシスの援軍と合流することにした。指揮下の軍団を再編したアントニウスはカイサル派で ガリアナルボネンシスにいる将軍、マルクス・アエミリウス・レピルスやガリア・コマタニール・ルキウス、ムナティウス・プランクスらとも合流すべく、アルプス山脈へ向かうという計画を立てた。決断を下した後のアントニウスの行動は素早かった。戦闘後の夜のうちに彼は、バッススへ使いを出し、指揮下の三個軍団を率いて直ちにアペニン山脈を、越えてくるよう命じた。月日、アントニウスは、 残存兵すべてを率いて、ムティナ包囲を引き払い撤退した。エミリア街道を進んだアントニウス軍は数日のうちに差したる障害もなくパルマ、プラケンティアを抜けた。彼の敵たちはムティナに取り残され、二日間の猶予をアントニウスに与えることになった。トルトーナまで来たアントニウスは南へ反転することにし、四個軍団を率いてアペニン山脈を越えた。 そしてリグリア沿岸、ジェノバの西方にあたるウアダ・サバティアにいたり、5月3日に、ウェンティディウス・バススの参考軍団と合流した。この、アントニウスの副官は、山を越えて、リグリア海岸に至る時に一切妨害を受けなかった。アントニウスのムティナ脱出と軍勢の交流、立て直しは成功裏に終わった。元老インパとオクタヴィアヌス派の連合軍が、ムティナで勝ったとはいえ、未だ、 アントニウスの息の根を止めることはできなかった。アントニウスは見事に敵を欺き、気を捉えて、撤退に成功していた。さらに、もともとあやふやな関係だった、キケロラ元老院パとオクタヴィアヌスの関係が、決裂したこともアントニウスにとって、有利に働いた。ヒルティウスに続いて、パンサも4月22日から23日にかけての、夜中にホルムがドルムの戦いの傷が元で没した。 これについても、スエトニウスやタキトゥスはパンサが毒殺された可能性を指摘し、オクタヴィアヌスが自身の野望のために手を下したのではないかと示唆している。二人の失聖官が死去したことで、オクタヴィアヌスは元老院派の軍団を一人で掌握することになった。ムッティナの戦いは、オクタヴィアヌスにとって弱敗者からアントニウスとも肩を並べる有力者へと成長する不可欠なステップであった。 デキムス・ブルトゥス救援に来たはずのオクタヴィアヌスは、すぐさま彼への敵意を剥き出しにした。カエサルを暗殺した者との協力を拒否したのである。ローマでは、キケロと、その支持者たちが、対アントニウス戦争の功績をすべてデキムス・ブルトゥスに変えさせ、オクタヴィアヌスの役割を過小評価しようとしていた。デキムス・ブルトゥスはアントニウスを追撃しようとしたが、 オクタヴィアヌスはこれを妨害する挙に出た。彼は指揮下の発行軍団をボノニアに留め置き、ベンティニウス・バススのアペニンコへ阻止の任務を拒否したのである。この数週間でバススの援軍を得たアントニウスはアルプス山脈に到達し、カエサル派のレピドス、プランクス、ガイウス・アシニウス・ポリオと同盟を結んだ。今や彼の召集に応じた兵力は17個軍団と、 騎兵一万人に上った。自分の兵にも見捨てられたデキムス・ブジュトゥスはマケドニアに逃れようとしたが、アントニウスが放ったケルト人戦士たちに捕らえられ、殺された。一方のオクタヴィアヌスは、ローマへ進軍し、キケロラ元老院派の人々を屈服させるか亡命に追い込んだ。10月、ボノニア付近でアントニウス、オクタヴィアヌス、レピドスの三人が直接会談を行い、 公式な同盟を結んだ。彼ら3人は11月27日にローマでレクスティティアを発布して、元老院から国家を支配する権限を奪い取り、いわゆる第二回三党政治を始めた。3人のカエサル派指導者たちは、厳粛に首都へ入場し、全政治権力を掌握し、元老院派の反対者たちに対する無慈悲な追求を始めた。 三党政治官たちは、プロスクリプティオを発令し、アントニウスの命で殺されたキケロを、はじめ、極めて多数の言動インパの人物が粛清された。その後、三党の間での権力闘争の末、紀元前31年に、オクタヴィアヌスが、アクティウムの改戦で、アントニウスと、その同盟者、クレオパトラ7世を破り、原守制を始めた。しかしその政治的経歴の中で、 彼が政治の中心に躍り出たムティナの戦いは見逃すことのできないマイルストーンである。もしこの戦いがなければ、オクタヴィアヌスはカエサルの後継者としての名声を確保できず、彼とその後継の皇帝たちによる安定した帝国支配も実現しなかったと考えられる。ありがとうございます。